こうやってのんびり公園のベンチに腰掛けてると忙しい毎日が嘘みたい。おい、桃子。ひかる。お前ゆうべどこ行ってたんだよ。俺何度も電話したんだぞ。ああ、ちょっと用があって。今日はオフだし、どっか行かないか。今日は約束があって。この頃嫌に冷たいんだな。ねえひかる、私ケン、どうしたんだよこんなところへ。いや、たまたま通りかかったらお前たちが見えたんで。うやー、ゲロヤバ。緊急集合だ。彼ら赤川ひかる、弥生桃子、黒沢健は地球の平和を守るため世界的科学者津波博士のもとで密かに悪の軍団イクスペクトと戦い続けてきたカラーレンジャーのメンバーである。カラーレンジャーの基地はとあるテレビスタジオの地下にあり、その存在はごく一部の人間しか知らない。津波博士、これを見てくれたまえ。ご機嫌はいかがかしら、津波博士。そしてカラーレンジャーの諸君。デッドストック。デッドストックとはイクスペクトの総裁で冷酷無比なオバタリアンである。今までお前たちには散々邪魔されてきたが、我らイクスペクト軍団はついにこの地球を手に入れる最終兵器を完成させた。手始めに明日の夜明けとともに新宿中央公園を攻撃する。楽しみに待っておれ。くそ、デッドストックめ。でもなんで新宿中央公園なんだ。それは戦隊シリーズはあそこが好きだからじゃないの。世界制服と言いながらいつも東京埼玉近辺なんだからな。だよね。まあとにかくだ、イクスペクトたちがどんな攻撃に出てくるかわからんが、こうなったからにはこちらも新兵器を使うしかないな。新兵器。エナジークリスタルだ。エナジークリスタル。ああ、巨大隕石の中から発見された未知のパワーを秘めたクリスタル。まだ研究途中ではあるが、あれを使うしかあるまい。どうやって。それが分かれば苦労はない。それで新兵器と言えるのか。とにかくエナジークリスタルを君たちに与える。使い方はそれぞれ工夫してくれたまえ。はあ、そんな無茶な。無茶でも何でも彼らは出動するしかなかった。無茶みたい。お前はごめんなさい。まもなく夜が明ける。遅刻しないで来たわね、坊やたち。何を、デッドソク、今日こそお前を倒してみせる。威勢のいい坊やだこと。だけどそれも今のうちだよ。やっておしまい。カラーオン。光る剣モモコはプリズムの生み出す色によってレッド、ブラック、ピンクに変身するのだ。レッド、ブラック、カラークロスだ。カラークロスとは合体によりカラーレンジャーのパワーを一気に結集し増大させる必殺技である。なぜだ、なぜ合体できないんだ。まさか私たちの心の乱れが。どうやら最終兵器を使うまでもないようだね。さあ者ども、一気にやっておしまい。このままではやられる。その時ピンクの胸に下げられていたエナジークリスタルが目もくらむばかりの光を放ち出した。なにこれ。ピンク。ブラックとピンクはエナジークリスタルに引き寄せられるように歩み寄った。ラブパワークロース。
デッドストックとその配下たちは塵のごとく飛散し消え去った。やったぜ。エナジークリスタルって一体。おそらく愛のパワーを集めるクリスタルなのだ。すみません。いつの間に。おそらくデッドストック、つまり売れ残りの総裁にとって最も恐るべきパワーだったのだろう。愛のパワーって、お前らいつの間にそんな関係に。ごめんデッド、でも私クールなブラックの方が好きになっちゃったんだもん。そんな、ピンクはレッドが好きってのがお約束だろ。ワンパターンからの脱却を図ったってとこかなね。ああレッド、お前にはすまないと思ってるよ。チキショー、触れてやる、絶対触れてやる。これで堂々と付き合えるよね、ブラック。その後カラーレンジャーは解散し、新たなメンバーによって似たような戦隊が作られたとか。それにしてもデッドストックの最終兵器とは、彼女がいなくなった今知るすべはない。